拓殖公社は、満州国の開拓、開拓団の支援などを行った、大日本帝国の国策特別会社である。1935年に、満州国、南満州鉄道、三井合名会社、三菱合資会社の出資で設立された、満州拓殖株式会社を前身として1937年8月31日に設立され、 1939年までに1960万220ヘクタールの土地を確保し開拓を行った。新規開拓はそのうち151万6000ヘクタールを占める。資本金5000万円。社債は払い込み資本金の10倍まで発行し得る。本社は満州国新教特別市にあった。1937年の 満州宅職校舎設立時における定管上の任務は次の通りであった。本社には2室4部があり、東京と京城に支社があった。満州各地に13地方事務所があり、その下に55出張所が、また本社直轄出張所が6箇所にあった。1943年の社員名簿によると、日系社員は3319名であった。ただし、これらには、 関連会社であった、万択農機具会社、満衆落農、満衆用法、万択特殊工事会社等を含む、例、ありがとうございます。